旧市街地の蛇用調査でございますね。こちらは町の方からの依頼になっております。最近あの近辺で蛇用の動きが活発になっているそうでございます。住宅地にも近く見過ごせません。お嬢様が退治くだされば町の方も安心でございましょう。わかった。蛇用が集まっているようだな。とりあえずここらのデカブツを倒しちまおう。あの蛇用か、そんなに手強そうには見えないけど、油断は禁物だな。闇の調べ？楽譜だ。これが蛇用を呼び寄せていたわけでもないだろうしな。うん、帰りの道すがらもうちょっと飼ってみるか。うん。あ！脅かさないでよ。どうしたの？その手にある品のことですけれど。ああ、これさっき倒した蛇用が飲み込んでたみたい。この楽譜がどうかしたの？いやどうということもないのだが、処分するのであれば、その私が処分を引き受けよう。うん、じゃあお願い。私もうちょっと蛇用狩りをしていくから。じゃあね。間違いないわ。あ、何を私は喜んでいるのだろう。お疲れ様でした。どうなさいました？蛇用の動きが活性化している原因がこれといって見当たらなかったんだよね。襲われてる人もいなかったし、でかい蛇用が暴れてるわけでもなかったし、こういうのってすっきりしない。人は結果に原因を求めるものですが、物事は理由なく起こるものでございますよ。あまり気に病まれませんように。それもそうだね。うん、気にしないで寝よう。おやすみ、支配人。おやすみなさいませ、お嬢様。魔楽器回収でございますね。こちらは匿名の依頼になっております。匿名？珍しいね。こうした依頼はお断りするのですが、今回は教皇庁の調査が入っておりますので、確かな筋のものでございましょう。魔楽器というのは青い血を受けて蛇用化した楽器タイプの蛇用たちのことでございます。どうやら魔楽器が大量発生している場所があるそうですので、これを倒していただきたいとのことです。わかった。これ全部魔楽器の反応なのか。カズがいるのか、それとも青い血を溜め込んでるやつがいるのか、その両方か。ま、行ってみればわかるさ。カズの話だったか。サクッと終わらせちゃおう。また楽譜だ。この楽譜に何かあるのかな。また君か。どうしたの？その、うん、この楽譜欲しいの？いや、そういうわけでは。素直じゃないな。
いいよ、持っていきなよ。こっちは魔楽器を借りれば問題ないから。じゃ。私はいつまでこんなものに。お疲れ様でした。今回の依頼、あっけないほどだったな。これで誰の役に立ってるんだか。ねえ、依頼人って誰だったのかな。それなのでございますが、クリス。クリストフォロス、知ってるの？ええ、昔少しですが会ったことがございます。どうしたの？支配人、彼女入れてもいいかな？純血の妖魔ですか？責任は私が持つよ。わかりました。少々お待ちくださいませ。ごゆっくり。あったかいうちに飲みなよ。支配人の紅茶おいしいよ。ああ、妖魔って血とか魂とかしか食べないんだっけ？当ホテルはあいにくとそのような品は提供いたしかねますゆえ。分かってるよ。これを。それ私が譲った楽譜じゃない？その楽譜、闇の調べだっけ？つながってるんだね。気づかなかったよ。ああ。もういいの？なんか用があって来たんじゃないの？一つ聞かせて。お前は混ざり物として各地をさすらってきたはずだ。中には忘れ得ぬ記憶があるだろう。楽しかった、甘やかな記憶ほど今の自分を責める苦いトゲになる。お前はその記憶どう処理している？処理も何も苦さを噛みしめて生きてるよ。今は目の前にその人が現れちゃって心は嵐のようさ。忘れたいとは思わないのか？そう思わなかったといえば嘘になる。でも今はこの胸の痛みも含めて大切な記憶だよ。忘れろって言われたって忘れるもんか。そうか。支配人、紅茶をありがとう。アーナス、この礼は必ず。何しに来たんだろう。お嬢様とお茶がしたかったのかもしれませんよ。誰かとなんとなく話したい時もあるものです。さ、今日はもう遅いです。お休みになってくださいませ。歌劇場への招待でございますね。こちらは匿名の依頼になっております。また匿名？多分ですが、あの方ではないでしょうか。あの方？カップに手をつけないままに紅茶を飲み干したお客様でございます。クリスか。歌劇場は国庁発生区内にありますが、この依頼は教皇庁の検閲を通ったものですので危険はないのではと。わかった。音楽で出迎えか。なんか調子狂っちゃうな。クリスはどこだろう。
あっちってことかな。ありがとう。クリス、どこだろう。ようこそ我が歌劇場へ。今宵上演いたしますのは闇の調べ。長らく失われていた楽譜が奇跡的に回収できたため上演の運びとなりました。この作品の上演は偉大なる作曲家我が師クリストフの夢でございました。演ずるはこのクリストフォロスとロジエ伯爵、そして楽譜の回収を手伝ってくれた汎用の騎士アーナス城にございます。クリス、何を企んでるの。アーナス、お前には命がけでヒロインを演じてもらうぞ。それが生きながら焼かれた我が師クリストフと劇団員たちへのせめてもの鼻向けだ。指揮棒集え魔楽器たちよ、さあ共に奏でよう。思い出すな、あの日のこと。こんな風にみんな容赦なく叩き壊されたんだっけ。クリス、教えて、この場所で何があったの。昔世界に降り注いだ青い雨は触れたものを邪妖に変え世界に大いなる混乱を招いた。けれども青い雨に触れても人の心を失わない者たちがわずかながらいたんだ。私の師クリストフもその一人だ。我が師は混ざり物を集めとある無人島へ移り住み芸術的観点から邪妖の研究をした。そうして生まれたのが楽器型汎用魔楽器オルガノンだ。そうしていつしか島は妖魔と人の共存する自由と芸術の島となった。それを憎き教皇庁の連中が邪教として焼き払ったのだ。全て忘れていたの、忘れようとしていたのに。お前があの楽譜を見つけたりするから。やめろクリス。はあ、思い出した。闇の調べのアリアはこう書き換えられたんだった。お疲れ様でした。お嬢様、どんなに大切な記憶でも
忘れた方がいいことってあるのかな。忘れた方が自由に生きられることってあるのかな。そうでございますね。幸せだった過去の記憶が今を蝕んでしまうことはあるでしょう。古い約束が未来を狭めてしまうことも。ですがそれも含めて人生です。生きてきた記憶の積み重なりがその人自身なのです。無理して忘れることはないと私は思います。そうか。ですがこれは私の意見です。お嬢様にはお嬢様のやり方がありますよ。うん。あの魔法陣は？クリス？ご機嫌いかが？混ざり物のお嬢さん。復活したんだね。あら、ご存知？久しぶりに体が壊れるほど暴れたようね。よく思い出せないけれど。思い出せない？私はどうやら作られたようならしい。壊れて蘇るたび体は強靭になるが記憶は薄れてゆくのだ。いずれ私を作った者や仲間たちのことを調べられたらと思っているよ。そうか。君の望み叶うといいね。そういう優しいところが憎めないのよね。というわけでこれからもよろしく。うん。お疲れ様でした。支配人、いつもの。何かいいことがございましたか？それとも悪いことでございますか？うん、ちょっとね。いつか記憶を取り戻してクリスが私に尋ねたら全てを話そう。ごちそうさま。おやすみなさい、お嬢様。